鎌谷忠道から1939年に1月19日は日本の海軍軍人。手端信号の改良で功績があり、日清戦争では第一遊撃隊参謀を日露戦争では立田、佐戸丸の艦長として歴戦した海軍中将である。救命は玄五郎。鎌谷が海港委員を務め、後に艦長となる出雲幕末の米沢に生まれる。 海軍兵学校11期を26名中15番で卒業した。村上角一、川島玲二郎らが同期生である。米沢では、小森沢長政の影響があり、山下玄太郎、上泉徳也、黒井定次郎、千坂友二郎、鎌屋の弟である鎌屋、六郎などの海兵進学が続き、後に米沢の海軍と呼ばれることとなる。鎌谷は、 水雷練習所の教官や水雷団長などを務めた水雷を専門とする主官であった。1889年、不装乗組将尉であった鎌谷は、有馬義吉が手端信号の改良を図っていることを知り、さらなる改善に成功した。1894年6月、常備艦隊参謀となる。日清戦争を目前とした時期であり、司令長官は、 伊藤助行きであった。7月には、日本海軍史上最初の連合艦隊が編成され、鎌屋は、中村聖火とともに第一遊撃隊の参謀へ移動となった。司令官、坪井渡さんを補佐して、豊島沖海戦、航海海戦を戦い、交互級に除されている。戦後は、出雲海港委員や、軍艦の副長職を務め、立田艦長に就任。 日露戦争海戦を迎え、日本海海戦では、仮想巡洋艦、佐渡丸艦長として戦った。その後は四艦の艦長、大港洋行部参謀長などを経て、1910年12月、少将へ昇進。陳樹府参謀長やマコウ洋行部司令官などを経て、1914年、中将に進級し、翌年予備役となった。手端信号では、 最初にこの形を作りついでこの形を成すことで、後なる、ありまよしきつは、従前の手端信号から、カタカナ五十音を用いる、新たな手端信号を開発する実験研究を、行っていた。鎌谷はこれを見て、カタカナの自覚を利用することで、再勘弁、なる手端信号の開発に成功する。鎌谷は、聖火付近にあった牙で働く妊婦たちが用いる、 傘信号に興味を持っており、これを利用した信号方法の開発を考えていたのである。両人によって開発された手旗信号は、1889年に海軍に、4年後には陸軍に導入され、日清戦争で機能した。なお、手旗信号は、日本海軍軍人のすべてが習得を要求された技能である。1904年5月15日、 鎌谷が艦長を務める通報艦、立田は第一戦隊司令官なしは、直に引きられ、ロシア太平洋艦隊封鎖のため、旅順郊外の警戒に当たった。両艦は、八瀬、八島、四季島、笠木であったが、八瀬、八島は、アムールが付設した機雷に触雷し沈没する。鎌谷は、八瀬上院の救助、および出撃したロシア駆逐艦の撃退を行った。 初瀬の戦死者は452名。タツタが救助した人数は、ナシュワ司令官を、はじめ214名である。ロシア海軍潜水艇による攻撃という懸念もある。中での鎌屋の活動を、伊藤正則は、大わらわの活躍と表している。しかしこの作戦行動からの木と、タツタは霧が原因で座礁する。この離証作業は、三浦伊の指導のもとに成功。タツタは、 横須賀海軍交渉で修理を受け、9月上旬に復帰。旅順港の封鎖作戦に従事し、翌1905年1月の旅順要塞陥落をもって帰還した。なお、初瀬の乗員救助に当たった釜屋の措置について、海軍中央には、救助よりも、立田の保全を優先すべきであったとの意見を持つ、者いた。 この意見には一部御殿に基づいたものもあり、鎌谷は司令官の指示に従ったこと、立田はすでに嫌いが爆発した地点に止まったこと、離脱には四季島の通過した航路を選んだと説明している。鎌谷は仮想巡洋艦、佐戸丸艦長に転じ、日本海海戦に参戦する。1905年5月23日、バルチック艦隊の津島海峡通過に備え、 紹介の任についていた、サドマルは、たたた地点183とバルチック艦隊の発見を、報じ、連合艦隊は、鎮海湾を出撃した。しかしこれは、誤りで、同じく紹介についていた第三戦隊を誤認した、ものであった。5月27日、サドマルは中央線を担当していたが、バルチック艦隊は、右艦船を担当した、品野丸に発見された。 サドマルは日本海海戦において沈没に瀕したナヒーモフを発見。すでに乗員は離患しつつあり、シラヌイが救助作業を行っていた。鎌屋はサドマルをシラヌイに雪原させて、ロシア海軍将兵を移乗させるとともに、ナヒーモフの捕獲を図って、犬塚助次郎大尉隊員を派遣した。ナヒーモフには艦長や士官数名が泊まっており、犬塚は 沈没間近として、罹患を勧告。この間に、モノマーフや、グロムキーが出現したためこれを砲撃し、知らぬ意追撃行動に移る。モノマーフは降伏し、カマヤは上院を、サドマルに収容しようとしたが、すでに、ナヒーモフの将兵523名を収容していた、タメテゼまであった。カマヤは、 満州丸を呼び寄せ、モノマーフの乗員406名が救助された。日本海海戦後は、海戦で捕獲された、海防艦、沖ノ島の艦長となり、カラフト作戦に参加した。最初に乗り組んだ、東艦、上泉徳也は、釜屋の葬儀で号泣しつつ海葬者に礼を述べた、海軍大一世7位、訓六等工五級。 鎌谷や道以下に名国に進級及び勲章果樹の県29年分30年分臨時除訓に関する書類綴り27.28年戦役関係台湾関係レフ C110 億872万6300第98号明治37年5月15日旅順航害遭難の際にオル軍艦初戦死者人名表 第48号サドマル艦長海軍大佐カや、忠ただ道の提出セル、仮想巡洋艦サドマルの日本海海戦に、おる戦闘報告。ありがとうございます。